雑魚いろいろ。お疲れ様です。仕事があった。今日は休みでした。お仕事中、お仕事終わり、お疲れ様です。仕事中の方もいますか。お疲れ様ですね。こんばんは。今日は朝ツイッターを更新したんですよ。ツイッター更新して、ツイッターではあの自分が撮った写真見てたら、自分がだんだん肉まんに見えてきて、自分が肉まんみたいに見えてきて、お母ちゃんも AKB48 ツイート、 AKB48 ツイート、ビッグマンみたいな顔してるなと思って、あ、それ、あ、15周年のツイート、 AKB48 15周年ツイート、AKB48 が15周年か。じゃあ私が2歳の時にできたのかとなると、なんかあれですね、15歳アピバしておめでとうって。そう、私が2歳の時ですね。私が2歳、ちっちゃい頃だったら、のだめカンタービレって知ってますか？がドラマで、2歳だったか分からんけど、もっと大きかったわ、多分。私小さい頃にのだめカンタービレっていうドラマを、なんか何も知らずに見てたんですよね。何も分からず、内容とか分からんけど、あ、そう、ピアノのドラマ、家では、あの家でなんかドラマで、そのめっちゃ覚えてる、その「のだめカンタービレ」っていうドラマを、あの家のテレビがずっとそれをついてたのが、めっちゃ記憶に残ってる。知ってますか、のだめカンタービレ。で、なんか、え、他に何だったっけな、全話見た。コカーからのだめの話題が出るとそう、ちっちゃかったから、私が結構ちっちゃい時のドラマなんてね、これも古い。
あれで吹奏楽始めた人も多かった。そうなんだ。2006年に放送ですか。私2003年生まれなんで、あ、ちょっとそのくらい、3歳ぐらい、私が3歳ぐらいの。のだめって言ってる。のだめのだめカンタービレ、あ、のだめカンタービレが言えなくてっていうか、分からなく、知らなくて、のだめカンタービレっていう、その題名がなんかあやふやで、のだめカンタービルとか、のだめカンターバレーみたいな、なんか毎回タイトルを正確に言えなくて、なんかそれ違うよみたいな会話をしたのをなんか覚えてる、小さい頃に。全然内容とか分からんけどね。3歳の時のドラマです、私が。肉まんです。ぜひ太鼓館のことを覚えててくださいね、この配信でね。私長時間配信してみたいんです。それが冬休みの間にできたらなって思うんですけど、そこでやりたい企画があって、それが何時間だ、8時間とか、もう長い配信してみたい。12時間が最高。何時からできる？ 8 時間。なんか私らしいというか、なんかあっここっぽいみたいな配信をしたくて、ココアっぽいみたいな配信をしたくて、というと企画は内容もなんかちょっとうっすら考えてるんですけど、なこれ結構でもなんか。そうね、考えますと、いきます。カイコカーが一日担任の先生やってみた企画。イエーイ私が一日学校の先生になりきって、もう一日本当にもう6時間7時間ぐらいで、朝の朝礼の会から1時間目、国語2時間目、数学3時間目、理科とか、私が先生になりきってみんなに授業をするっていうことです。でちゃんと昼休憩もある。で、みんな居眠りはいけませんよってちゃんと起こします。どうですか？なんかちょっと
私っぽいっていうか、なんかどうですか、どうだろう、学生ってか、なんか今の私しかできないようなことやりたくて。ちょっとお昼休憩もありますね。そしたらもう一日なんかあっという間そうなんだけど、みんなも飽きずに。給食ありますよ。プールの時間いや、なんかそうですね、まだなんか全然なんか考えてないけど、なんかしたいなって。いや、もうきゃがじゃあ、数学とか、私今回数学95点だったので。ビシバシ教えますよ。生物が85点だった。イエーイ、よかった。科学がね61点で。あと英語が77点、報告みたいになってるけど、77点。国語は89点。いえ、嬉しい。今回頑張りました。頑張りました。母さんが今連絡、買ってほしいもの、買ってきてほしいものあった。卵がない。ゆで卵作ろうとしたらもう卵がなかった。あと納豆が2パック。今母さん多分書類を見てる。母さん、買い物中の母さん。ショールームで伝言する。母さん今スーパーにいるそうです。母さんが買い物中に、そう、ショールームで返事して、できるようなら、できしてねって。母さん、キャベツはあと一玉とちょっとあるのと、卵が0個、納豆が2パック、きゅうりがなくなった、とメカブもあります。あと食べたかな。サラダチキンは母さんが作ったやつが冷凍庫にあるっけ。サラダチキンがちょうど一袋なくなったっけ。焼き芋ぐらいですかね。あとは太らんみたいなデザートが欲しい。ないか。低糖質あるよね、なんか最近低糖質のなんかアイスとか。
低糖質アイスとか低糖質のプリンとか欲しい。焼き芋も欲しい。焼き芋大好き。ここで告知なんですけど、じゃん、12月13日ツイッター企画第2弾。あ、待って、母さんもう大丈夫そう、大丈夫です、多分あると思うよ。スイーツ買ってきてもらおう。スイーツ買ってきてもらおう。あとはな、何もないかな。待って、今思い出すね。キャベツあるでしょ、ミニトマトもあと一袋ある。ササチキも冷凍庫にある。納豆2パックあったって言ったっけ。大丈夫、あ、大丈夫かな。大丈夫なはずないけど。あ、ヨーグルトはあと1パックある。1パックと半分あるけど大丈夫。いや、みんなが欲しいもの言っとる。揚げもみじまんじゅうって何。いや、あ、ドレッシングお母さん買ってきてくれ、ある、あ、キムチもある。うまかっちゃ、いや、ラーメン大丈夫っすよ。いつか、みんなが欲しいもの言わんでいけ。みんなが欲しいものを母さんに言わんでいけ。お願いします。気づかれて気づいとるっけですかね、はい、大丈夫そうです、はい。ここで告知です。12月13日ツイッター企画第2弾ココアと江戸島デートを実施します。イエーイ。12月13日にの日曜日にから日曜日に実施します。ツイッターでね、ぜひね、皆さん楽しみにしていてください。これはあの、まだまだ知らない方がいると思うんですけど、これはあのツイッターで私があのカイコカの本物のツイッターがあるんですけど、そのツイッターであの私が江戸島に行った時にいっぱい写真を撮って一日私とデートしてるみたいな、そんなのが楽しめるようにリアルタイムっぽくタイムライン、何て言ったらいいんだろう、こう時間、こうまず集合したら、おはよう、今日何時に起きたみたいな感じで写真ペーみたいな、やっと宇品港着いたね、イエーイみたいな、あ、今から船乗るよ、ピースみたいな、で、あ、一緒に隣にいるみたいな感じで、私がツイートしていきますので、ま、本当に一緒にデートしてるみたいな、そんな気分になれる企画です。ぜひ彼女企画ですから見てくださいね、ぜひ。楽しんでくれたら嬉しいですね。2月13日なので、多分私がもう通知オンとかにしてたら通知がいっぱい来てしまうかもしれんわ。私がいっぱい来ます。
本当に一緒にずっと隣にいるみたいにね、する気は待っとってくださいね。なんかその写真もなんて言ってるんだろう、結構自撮りとかじゃなくてこだわりなんですけど、自撮りとかじゃなく自撮りもしたけど、本当に隣にいるみたいなことを意識したので、たどり、なんだろう、一緒に行ったほなたんとまひちゃんにいっぱい写真撮ってもらったので、こう目線的にね、そういうのも意識したので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。今度はキャベツ食べてるところ起きちゃうと言われない、確かに現実に引き戻されるけんね、動画がツイッターに載せられることで。みんなの今日の晩ご飯は何なんですか？一日見るとお疲れ様でした。お母ちゃん見たら仕事の疲れ減ったんだ。お疲れ様です。タチウオ、ヨーグルト、肉じゃが、キャベツ、トマト鍋、唐揚げ、好きな雪、おでん、肉まん、まだ決めてない、まだか、もうちょっと早いですか。晩ご飯抜き、うん、カップラーメン、3日目のカレー、豚汁、ミスド、焼きそば、さて何にするか。あー、晩ご飯肉まん、スパゲッティ、いい、生姜焼き、マグロの赤身、お、いいですね、さん、いきなりステーキ、焼き芋、カルボナーラ、手島さん肉まん今日のハイライトみたいな文字の並びですけど、うどんで決まり、あ、いいですね。なんかやっぱり冬だったらね、なんか鍋とかあったかいものとかいいですよね。で、なんか私これはなんかよくあるあるてか、なんか肉じゃが失敗しそうになったら、カレーとかシチューにシフトチェンジするみたいな、言いませんか、よく。あるあるなんですか。肉じゃが作ろうとしたら肉じゃが作る過程が一緒だ、料理過程一緒だから、材料が一緒ですよね。でも場所によって違うんですかね、家によって違うのか。あ、失敗しない前提ですよね。肉じゃが、仕事お疲れ様でした。こんばんは。関西は豚肉、私の夜ご飯はもう食べ終わったんですけど、キャベツ、ゆで卵、
サラダチキン、納豆、ミニトマト食べましたよ。美味しい。たらこあった。お腹パッパになるんですよね。いつものルーティーンなんですよ。なんか食べ物何今日何食べようってあんまり悩まないですね。毎回同じ、大体同じの食べてるとなんかアイドルのプロ意識持って飽きないですね。でもプロ意識か分からんけどね。いや、こんで別にきつくなかったですね。きつくないので、これをこの食生活で頑張って自分磨きすることで、なんかいろんな人に見てもらうチャンスとか、それでちょっといいなって思ってもらえるんだったら、もうそんなの全然我慢でき、我慢っていうか、なんか全然頑張れます。うん、でもちゃんと栄養を取ってるのでね。無理しない、無理してないから大丈夫。なんか私の理想の朝ごはんやっていいですか？もうなんかこれは朝ごはんで、なんかフレンチトーストになんか卵とベーコンと、あとなんかレタスがパラパラパラみたいな、パラパラパラで、あとなんかなんかちょっとデザートはなんかパイナップル、バナナでヨーグルトが添えてってみたいな、なんかフランス、なんかそうビュッフェみたいな、そういうのがなんか朝ごはんみたいな、ザ朝ごはん。想像して嬉しい。そう、想像する欧米化、確かに突っ込みたくなるね、欧米化って。ホテルの朝みたい。南米化、南米なの欧米でしょ、どっちかといえばね。仕事お疲れ様です。仕事キウイもう行って食べてました。朝美味しい。でもやっぱ日本のご飯といったら納豆でしょ。朝納豆で、納豆日本、じゃ月曜日の朝ごはんはフレンチトーストにスクランブルエッグにベーコンで、バナナとパイナップルとヨーグルトで、火曜日は玄米に納豆にお味噌汁に卵焼き。やっぱ朝卵取ることで大事だと思うよね。で卵焼きで、あったかいお茶、あお茶あったかい、お茶は別に高くなくていいから、お味噌汁があったかいけね。であとたくあん、これ朝っぽい、すごい。で水曜日は、あね、ちょっと、あ、こう持ってこう。
水曜日はサンドイッチ、よくないですか？サンドイッチ作ってみたい。サンドイッチ作ったことないんですよね。それの上乗せて、乗させて、安定しませんね。OK。で、水曜日はサンドイッチ。簡単なんですか？サンドイッチで、中身はシーチキン。あと卵、ハム、トマトで、木曜日の朝ごはんは考えるの楽しいね。おにぎり、おにぎりにどうですか？朝こおにぎり握って、なんかだんだん月曜日からだんだんクオリティ下がってきてるけどね。月曜日はだってフレンチトーストとスクランブルエッグとベーコンみたいに言ってたけど、今はもうおにぎりし、水曜日なんかサンドイッチってなってるっけ。おにぎり、え、具は、私が作るおにぎりはおかかなんですよ。毎回おかか、ウインナー、あ、ウインナーいいね。サンドイッチとウインナーとかでいくないですか。日替わりがいいですよ。で、金曜日は、あ、ホットケーキいいね。ホットケーキ、金曜日はホットケーキに、ゆで卵、ホットケーキとゆで卵と、コーンスープ、父さん出た、なんか鳴った、大丈夫なんかな。大丈夫か。いいですね。ちょっと待って、多分大丈夫だと思う。あ、みんなちょっと待って、別にトイレ行くとか言わん、トイレ行くとか言ってないけど、アイドルはトイレ行かんけど、ちょっと待っとってくださいね。ちょっと席を外しさせて、あとアイドルトイレ行かないんで、あ、別に、
ったわけじゃないんですけどね。ただいま。まさかの席を外してる間にこれが、このボードが倒れていたという。今ツイッターフォローして、お、ありがとうございます。あの、嬉しい。ツイッター企画が12月13日あるのでね、ぜひ楽しんでください。カイコカーとあのデートっていう、ありがとうございます。皆さんの、じゃ教えてほしい。みんなよくコンビニとか行けますか？コンビニエンスストア。え、コンビニって1日1回は行くもんですか？どれぐらいの頻度で行くんですか？あ、最近行ってない。急ぎの時に毎日お昼ご飯買ってる。毎日行く？思わず寄っちゃうのがコンビニエンスストア。あのコンビニで、コンビニのなんかデザートってなんかもうめっちゃ充実してるじゃないですか。特に近頃のコンビニのあの商品は、毎日コーヒー買う。あのお父さんもコンビニのコーヒーめっちゃ好きなんですよ。コンビニエンスストア、あのコンビニエンスストアありますよね。なんかな、確かに何かと何かのコラボとか、何かと何かのコラボとか、今何かと何かじゃパッと出てこんけど、なんとか簡単なのコントラ簡単なとかあるじゃないですか。スイーツはホイマグ一問。え、そうなんですか？コンビニの近頃のデザート。じゃあもし今度コンビニのなんかおすすめのあのこれってあったら、今度買った時にあの写真撮って、ハッシュタグカイココアで、いそれおかしいかハッシュタグココア通信で教えてください。あ、ココア通信っていうのはST48 のプライベートメール、あの私がメールを送って、あのみんなの元に届くっていうね、そういうのがあるんですよ。けどせっかく時間があるし、そういう告知のものを作成しようかな。ここにいっぱい紙があるのでね、紙が。なんかね、いい画角にならないかな。手元が見える、手元も見えるみたいな画角になってほしいんやけどね。
うん、上からお、どうですか？あ、ここにある。見える？私が見えない。私のことみんな見えてる？でもここは私に勉強を教えるって言ったらこういうことですよね。私に勉強を教えてる。こんな感じ。これだったらどうなる？でこれで、どうですか？いい目線。これで文字が見える。ここに、ここみんな見えてる。どういう画角がいいんだこれ。最近早めで毎日送ることをずっと心がけて。どうしたらいいんだろうこれ。難しいね。ここででも手元が見える。ここしか見えんじゃん。ここは見えんよね。難しい。ここら辺しか見えん。モバイルメールの、みんな見える？私のこと。なんかみんなのこと見上げてない？なんか、でも書くものが見当たらん。まあこういう価格もあっていいか。どうですか？モバイルメールのSTU48 メールか。みんなのコメントめっちゃ見やすい。ここに、何書いてるか分かる？STU48 メール、モバSTU48 メール。モバメとは？しゅん。しゅん。しゅん。ですね。薄い。いや、まだ下書きじゃけ。これなん、メール、カイココアから。ちょん。単刀直入に言うと、
見える。お、見える。カイコカーからメールが届く。単刀直入に言うとそうだよね。なんかあのあとは何ですか PR ポイント。月額、あ、じゃ、それ大事ですね。お金はね、後でね。PR ポイント。写真がたくさん届く。うん。秘密のお話。ああ、確かに。メールでしか書けないことっていうか、なんかメールでしか伝えないこととかたくさんあるもんね。おお、スノコカーがいっぱい。あ、ツイッターにのは乗らない。確かに。どんな、へんてこな、ね、変顔？変顔ばっ、叩いてそんな。あと何があるだろう。PR、なんて書いたらいい？プライベート？何がいい。撮った人だけ見る。確かに。メール、音声入力とか写真がいっぱい。ツッコミができる。どういうこと？暗号、どんな感じだろう。写真がいっぱい。内緒話もいっぱい。でも確かにメールでしか書かないこともいっぱいあるし、悩みとか今自分が考えてるとか、いろんなこといっぱい伝えられるのはメールかもしれない。ココアの近況が分かる。あ、確かに。プライベートいや近況が、近況が何？プライベートや近況、なんて書けばいい。プライベートや近況報告。なんて書いてるんだろう。結局が
分かる、知れる、知れる。今日だったらハハハハハハとか、寒いけハハハハ飲んであったまったよとかね。ここに米印。料金は月額料金は料金。新たな秘めた性格そう、うん、330円月、月額330円、アプリ400円。こんなもんでしょうか。どん。どうですか。こんなもんですか。モバイルメールの説明はこんなもんでしょうかね。でもこの学院ね、何書いてるか分かるからね、みんなが。いいペンないかな。ペン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 。どこやったか、あっちか。こんなもんですかね。わかりやすいですか、ゆき。じゃあこれで下書きが終わったので本ちゃん書きをしたいと思います。して待って、だって姉ちゃんのお部屋の電気ついてた。あは、外から見えた。はい、これはココア通信って言いますからね。それでは下書きをしたので本茶書きします。 S 見やすい、色が濃くなったっけ、見やすい。ねえ、私のさ、このあの癖というかあれなんだけどさ、下書きしたけど、下書きしたのはいいけど結局ずれていくっていう。わかります、このそう、下書き通り下書き通りいかんのんですよ、いかんのんですよ、結局なんか。あるあるですか。じゃあまずこのメールをなぞりたいと思います。こういうのはね、しっかりちゃんときれいになぞるよ。 OK、 いい感じ、いい感じ、しっかりなぞってますよ。
あれあれですか、これ下書き通りなぞらないと、あ、なぞらない、結局ちょっとずらしてみたいな。はい、書きますね。はい、ココア通信って言うんですよ。やっぱりメールは一番こう自分が身近にこう伝えたいっていうか、なんかすぐ思ってることとか嬉しいこととか悲しいとか自分が考えてることを率直に伝えれるので、でも受け取る人はどうなんだろう。内緒話って言ったよね。なんか文章結構長め？結構どうですか？あんまり？あ、でも例えばこのツイッター企画とかだったら、あ、ここに置いとけばいいのか、みんなが見れるツイッター企画だったら、あの、なんて言ったらいいんだろう、ツイッターには載せてないメールとかいっぱい、あ、写真とかメールでいっぱい送れます、送ったりします。やっぱツイッター載せきれないですからね。こういうの慎重に書くタイプに見えんでしょ、私。あーはーん、ミスった。いや、違う、母さんじゃなくてあーはーんって下書きミスってあーはーって言ったの母さんに聞こえたらしい。あ、いい、まあそういうこともありますよね。まあギリギリ大丈夫。よし、できた。で、電車に、こっちか、ここまでかけたので消しゴムを取ってきます。うん、こんなもんかなと思うけど、いい感じ。これで伝わるかな、私のメール。はい、え、この消しゴムで消してるときにさ、シャッグシャッってなるの嫌ですよね。わかる？慎重にするわ。
夕飯の準備は母さんが家族にしますから、私はもう夜ご飯食べて早いのでね、夜ご飯がちょっと。下書き濃く書きすぎたんですよね。ぐしゃってなる予感。カメラポジション良きですか。意外と言っちゃだいぶ失礼だが綺麗な字ね。ちょっとあーでも嬉しいな、字が綺麗って言われたらちょっと嬉しいですね。あの字が綺麗になれるように練習して努力っていうかしてきたので、オッケー、よし、どうでしょう、こんな感じの告知で完成ですかね。チキシカス捨ててくるよっこいしょよっこいしょどっこいしょ、はい、できました、じゃーん、これでね、いい感じにね、できるでしょう。それで、こちらには、ツイッターのことも書こうかな。ツイッター企画のこと。これのこと、立ち前企画、これから可愛くなってやる。負けないぞ、負けない、
みんながいるから大丈夫、負けない。ダメない、深く考えちゃダメないよ、こういうこと。悲しくなったら悲しくなるから。可愛くなくてもアイドルやりたい。頑張らせてください、 ST で頑張らせてください。何やろうとしたんだっけ。ちょっと悲しい気持ちになるね。続いた。ツイッター企画第2弾。ココアとエタジマデート、エタジマデート企画、12月13日日曜日実施。イエーイ。この企画はですね、ツイッターで、私のツイッター、カイココアのツイッターアカウントで、あの、私が江田島にいた時の写真をですね、どんどんアップしていくんですけど、それをまさか、あ、まさか、あたかも隣にいるように感じれたり、一緒にデートしてる雰囲気が楽しめたりする企画ですよ。企画になっております。最高ですか。そう、丸1日、1回目は宮島編を、宮島で
あの第1弾は宮島デートだったんですけど、今回は江田島に行きます。こんばんは。こんな感じですかね。はい、はい、外国のツイッター、ツイッター企画ですね。これをね、アカウント、ツイッターアカウント、あの、え、なんだっけ、アット K、 あ、アット K ココア、え、ちょっとツイッターアカウント、え、待って待って、私の、あれなんだっけ、ツイッターアカウントなんだったっけ、アットアット K ココア、アンダーバーみたいな感じに、ここに、ああ、ありがとうございます。OK、 アンダーバー、ここは1128、OK、できた。11月12月13日、あ、危ない、行くしゃってなるとこだった。一緒にデートしましょう。ね。これで私を知ってくれる人がね、一人でも増えたらいいな。楽しんでくれる人とか、好きになってくれる人とか、興味持ったって言ってくれる人とかがね、一人でも増えたら嬉しいな。できました。ってことで、はい、戻ってきて、あ、ちょっと行くけど、ちょっと行くけど、え、今日はですね、このホワイトボード不安定じゃけんね、書きました。ドン、ツイッター企画第2弾、ココアと江田島デート、12月13日日曜日実施します。イエーイ。カイココアのアカウントにて、ぜひ皆さん
広く期待してください。期待期待されたら困るかも。 でこちらになります。はい、 ST48 メールモバメとは、海国側からメールが届くこと、そして写真がいっぱい、内緒話がいっぱい、内緒話がいっぱい、プライベートや近況が知れます。月額330円、アプリだと400円になっておりますしっかりね値段も書いてから、はい、こんな感じになっておりますね。興味があった方はぜひ見てください。ではね、もうそろそろ自主練に行ってきますので、先生今何時やって、多分いつの間にかも時間が、あ、やばい時間やばい。はい、ではこれから練習に行ってきます。皆さん今日も見てくれてありがとうございました。夕方5時半ぐらいから配信するけどね、みんなお仕事お疲れ様でした。今日もしっかり休んでくださいね。それでは放送終了まで、あ、間違えた、ランキングを読みます。13位、エリックさん、12位ヨウさん、11位元成さん、10位ムーピングさん、9位カレパンさん、8位コーマさん、7位ヘドウィックさん、6位メガネおばちゃんさん、5位こまめまきさん、4位ハイキューさん、3位筋肉愛好家さん、2位チャーミンさん、1位はノッシーさんです。ありがとうございます。皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。火曜日でしたけれども、はい、しっかり休んで、これからまだ仕事がある人は頑張って、私も練習頑張ってきます。それでは放送終了まで3、2、1、また後でメール送るね。バイバーイ、ありがとうございました。